ロシアのアーティスティックスイミングチームアーティスティックスイミングはプール内で音楽に合わせて肉体を動かし技の完成度、同調性、構成、芸術的な表現力などの得点で競う水泳競技の一種。エースと略される。2017年まではシンクロナイズドスイミングと呼ばれていた。2017年7月22日国際水泳連盟が種目名を シンクロナイズドスイミングからアーティスティックスイミングに変更すると発表した。曲や人に同調することを意味するシンクロナイズドが芸術性を求める演技にふさわしくないため。これにこうして日本水泳連盟も2018年4月1日から種目名等をアーティスティックスイミングに一斉に変更した。アーティスティックスイミングにはフィギュアとルーティンと呼ばれる二つの競技がある。 フィギュア競技はユース年代以下の大会で実施され、技術の完成度を競うもので音楽は使用しない。ルールに規定された暗色の水着に白色のキャップと地味な見た目で報道されることはほとんどない。ルーティン競技は音楽に合わせて1人から10人までの人数で演技する。報道で注目されるのはこちらであり、アーティスティックスイミングといえば、 ルーティン競技を指すものと一般に認識されている。ルーティン競技のイベントは、ソロ、デュエット、ミックスデュエット、チーム、フリーコンビネーション、ハイライトルーティンの6種目に分けられる。ソロ、デュエット、チーム、ミックスデュエットでは、テクニカルルーティンとフリールーティンが行われる。TR はあらかじめ決められた規定要素と呼ばれる技を演技に取り入れることが定めれており、 競技者の技術力に重点を置いた採点が行われる。FR には規定要素はなく自由に演技する。リフトやジャンプといった大技が多く盛り込まれ、技術だけでなく構成力や芸術的な表現力が問われる。近年では精密な演技よりも長身選手による迫力のある演技が評価されるようになっている。水中でのミスが目立ちにくいことから、 大会以前の競技実績が審査に影響するとされる。採点は次の3項目、各々の割合で審査される採点は次の3項目、各々の割合で審査される技術と同時に、美や芸術性も競う競技であるため、ルーティン競技では演技に応じてデザインされた派手な衣装を使用することが多い。髪の毛は競技中乱れないようにゼラチンで固めている。 耐水性の化粧品を使用し、口紅を濃く入れるなど派手な化粧をすることが多い。鼻に水が入るのを防ぐため、肺の空気が鼻から漏れることを防ぐために使用する。競技中に万が一外れた時のために予備を持っている。ノーズクリップを使用しないで演技可能な選手がわずかに存在する。アーティスティックスイミングがオリンピック種目に正式採用されたのは1八十四年。 ロサンゼルスオリンピックからである。現在まで全ての大会で女子のみが夏季オリンピック種目となっている。オリンピックでは当初は一人で演技を行う、ソロ競技と二人で演技を行う、デュエット競技の2種目で実施されていたが、1996年アトランタオリンピックよりソロ競技に代わって新たに8人で演技を行うチーム競技が採用され、 現在は、チーム競技とデュエット競技の2種目で実施されている。2012年ロンドンオリンピックでは、NHK が開発し技術提供したツインズカムで、屈折率の異なる水中と水上の演技を1、画面で捉えた公式映像が中継された。国際水泳連盟は2014年11月の臨時総会の投票によって、ミックスデュエットを アーティスティックスイミングの新種目として導入することを正式決定し2015年夏の世界選手権が最初の実施大会となった世界選手権以外ではビルメイのように女子と組んで大会に出場し優勝を果たした男子選手がいる2017年4月29日日本選手権においてフリーコンビネーションで女子選手8人に混じって男子選手1人が 史上初めて出場した。ありがとうございます。